今日はダイソーのモバイルバッテリーとアンカーのモバイルバッテリーの2つを比較します。まずこの本体に書いてあるスペックの比較をします。ダイソーの価格は1080円です。アンカーは3000円します。セルの容量は両方とも1万ミリアンペアワーを交渉しています。実際のセル容量についてはこの後実際に測定します。 USB の 5V 出力から取り出せる実際の容量はダイソーの方は記述があります。6200mAh です。アンカーのモバイルバッテリーパワーコアスリムについては特に記述はありませんでした。これも謎ということになります。このような項目を測定していくわけですけども、それ以外にもモバイルバッテリー自体の違い、そういったことについても見ていきます。中身を先に見たいので分解します。ダイソーのモバイルバッテリーの分解については前の動画で説明していますので、ぜひそちらも見ていただくとこの動画も楽しめるかと思います。アンカーのモバイルバッテリーについて軽く説明。ここのボタンを押すと LED が光ります。残量がどのくらいあるか確認できるようです。 USB-A は出力、こちらの2つは USB Type-C とマイクロ USB です。これは入力です。ダメだ、開かない。とりあえず分解できました。ちょっと見てみた感想なんですけど、全くの別物ですね。特にこの制御基板回路の部分があるんですけど、ここについては全くの別物の回路になっています。まずバッテリーセルの方から見ていきます。一応バッテリーを保護するためのクッションは両方についています。ダイソーの方はちょっと蓋を剥がすときに蓋の方にクッションがくっついてしまったんですけど、ダイソーの方はこのような風になっていて、この部分にだけクッションがついています。ダイソーのバッテリーのクッションについてはこの面だけにしかついていません。例えばこの裏面については粘着テープが貼ってあるだけで、バッテリーのためのクッションというのはないです。この側面の部分についてもクッションは貼られていません。アンカーのクッションについては見える範囲ではこの面にクッションが貼ってあります。基板を外すとこの側面部分と裏面部分にクッションがついているかも確認できると思うので、基板を外してみます。ネジ止めされていますね。アンカーのバッテリーのクッションはこんな感じです。この表面と裏面の部分にクッションが貼ってあります。この側面の部分にも衝撃吸収用のクッションが貼ってあります。なのでバッテリーは衝撃からは一応守られるということになります。この2つのモバイルバッテリーの価格差は2000円あります。なのでこういった細かいところにも価格差は出てきます。2枚の基板の違いはこんな感じです。乗ってる部品の数がアンカーの方がだいぶ多いですね。反対側の面も見てみます。やっぱだいぶ違いますね。こちらの面についてもかなり違いますね。2つともインダクターがついているわけですが、ダイソーの方はコアのサイズが少し小さめのインダクターが使われています。アンカーの方はコアのサイズが大きめのインダクターが使われていました。であと巻き線の並列の数も違います。アンカーの方は3つ、ダイソーの方は2並列です。見た感じ巻き線の太さもアンカーの方が太いですね。なのでアンカーの方が大電流を流せるようなインダクターを使っています。もし同じ電流値をこの2つのインダクターに流すのであったら、アンカーの方が巻き線での発熱が少ないことになります。コアの材質についてアンカーの方は詳しいことは分かりませんが、おそらくダイソーと同じように粉末を押し固めたものをリング状に成形したものを使用しているんじゃないかと思います。あとダイソーの方はリング状のコアになっていないので時速が漏れますね。ここからアンカーの方はリング状のコアになっているので時速はほとんど漏れません。あと小さいですけどこの部分に電解コンデンサーがついています。
220マイクロファラドです。バッテリーから金属の電極が出ていて、それがこのように基板につながっているわけですが、その接続方法にも違いがあります。ダイソーの場合はこれはハンダ付けで接続されています。見えますか？ハンダ付けで接続されています。アンカーの方はどうかというと、見てください、ハンダが乗っていないですね。よく見てみるとこの部分にへこんだ跡が4箇所あるのが分かりますか？これはですね、この部分がスポット溶接されている証拠です。なのでアンカーの方はハンダ付け接続ではなくてスポット溶接で接続しています。ダイソーは充電管理をどのようにしているかというと、この部分に IC がありますが、この IC 基本的に一つでやっています。充電に必要な回路を IC の中一つにまとめることで単純な回路設計になるようにしています。アンカーの方はかなり違った構成になっていますね。結構 IC であったり、あとスイッチが、たくさん使われているような構成になっています。白い接着剤が塗ってあってよく見えないので剥がします。相当見にくいんですけど、このインダクターのすぐ横にあるこの2つの部品はそれぞれ N チャンネル MOSFET と P チャンネル MOSFET です。おそらくこの MOSFET をそれぞれスイッチングすることによってバッテリーの充放電を制御している可能性があります。で、 MOSFET のスイッチングはおそらくこの裏面の IC でやられていると思います。ただ IC の種類がこれ読めないんですね。表面に F1 と書いてあるだけです。詳しいことは不明ですが、おそらくこの USB の入力の制御とこちらの MOSFET の制御をやっていると思われます。このアンカーの基板を見て気づいた人もいると思うんですが、基板の表面にトゲトゲしたパターンがありますね。反対側の面にもこのようなパターンが至るところにあります。このパターンの正体はスパークギャップです。外部から何か高電圧、例えばこの場合だと静電気なんかがそうですが、外部から静電気などの高電圧がかかった時にこの部分で放電します。この部分で放電することによって、IC 類を保護する役割があります。で、特にこの USB の部分で、スパークギャップが多用されています。というか USB の部分だけにスパークギャップがありますね。人が触って静電気でパチッといったとしても、この部分のスパークギャップで放電してくれて、中身を守るわけです。ちなみにダイソーの方にはスパークギャップはありません。2つのモバイルバッテリーの価格差がこういうところに跳ね返ってきます。アンカーのモバイルバッテリーで一つ注目すべきことがあります。それはこれです。基板から線が生えていて、その線はバッテリーのセルにこのように接着剤で止められています。これは温度センサーです。バッテリーが充放電しているとき、バッテリーは発熱します。これは化学反応であったり、あとは内部の抵抗によるものです。使用状況によってはバッテリーの温度が上がりすぎることもあります。バッテリーの温度を検出して保護するような構成になっています。一通りモバイルバッテリーの中身を見ました。アンカーの方が高品質な作りになっています。ただこれは当たり前のことです。アンカーのモバイルバッテリーの販売価格は3000円です。これはダイソーの販売価格である1000円より2000円高くなっています。その分部品にいいものを使ったり、あとはバッテリーの温度保護、バッテリーを衝撃から守るためのクッションであったり、そういったことにお金を使えます。次はバッテリーセルの容量測定をします。2つともバッテリーの交渉容量は1万ミリアンペアアワーです。この値が実際その通りになっているかこれから確かめます。これは実験回路です。バッテリーセルがあって、そのバッテリーセルに電流源を接続します。この電流源というのは負荷のことです。で、試験方法については基本的にこの JIS-C8711 に従ってやります。ただ放電を終了する電圧については 2.5V ではなくて 3.0V でやっています。これは 2.5V まで放電したとしてもほとんど記録が伸びないからです。バッテリーの容量は1万 mAh なので負荷電流は 2A になります。バッテリーセルの性能を測るために電子負荷とデジタルマルチメーター2台を用意します。この真ん中のデジタルマルチメーターでバッテリーの電圧を常に測定します。で、この電圧を記録します。次に電子負荷と電流を測定するデジタルマルチメーターにこのバッテリーを接続します。
2アンペアくらい流せる線の太さがあれば OK です。そこまで太くする必要はありません。そして電子負荷の電流値を設定して、この場合だと2アンペアに設定します。実際には 1.99 アンペアに設定するとちょうど2アンペア流れるようになります。はい、こんな感じで電流を流し始めると、まあ、大体 2000mAh 流れてます。まあ、2A ですね。これは実験結果です。横軸にバッテリーのセル容量、縦軸にバッテリーのセル電圧を示しています。アンカーのバッテリーのセル容量は 1400mAh になりました。まあ、一応定格値以上のバッテリーのセル容量を持っているということになります。で、次にダイソーの方でも同じ実験をやりました。ダイソーのバッテリーの容量は 10000mAh になっています。前回の結果からちょっと増えてますね。これはバッテリーを何回か充放電したからだと思います。多分バッテリーがリフレッシュされたんですかね。なので2つのバッテリー両方とも定格容量か定格より少し多めの容量を持っているということになりました。これはアンカーとダイソーの放電カーブを重ねたグラフです。ダイソーのバッテリーの方が高い電圧を維持している期間が長いです。ただ放電が終盤に差し掛かってくると電圧は急激に低下してきます。一方でアンカーの方はどうかというと、比較的フラットな電圧の特性を示しています。ただ定格容量を超えたあたりから電圧は急激に低下し始めます。表にまとめるとダイソーのセル容量は1万ミリアンペアアワー、アンカーの方は1万400ミリアンペアアワーでした。次はモバイルバッテリーとして使える実容量の測定をします。ダイソーの実容量はパッケージに書いてあります。6200mAh です。アンカーの方は特に書いてありませんでした。一応両方とも測ることにします。実容量はバッテリーセルに流す電流ではなくて、モバイルバッテリーの 5V 出力に流す電流で決まります。バッテリーの容量は 3.7V×1万mAh なので 37Wh になります。で、ワットアワーだとちょっと分かりにくくなるんで、ボルトアンペアアワーに直します。で、この 37Wh を 5V で割ると 7.4Ah になります。なのでモバイルバッテリーの 5VUSB 出力からは 7.4Ah 取れるわけです。この容量を5時間で放電すればいいわけですから 1.48Ah 流すことになります。ここに何か適当な電流源を接続して、でここに 1.48A 流せば、実容量の試験ができます。まあ、これも基本的にはさっきやった実験とやることは同じです。電流を 1.48A に合わせます。はい、1.478 ですけど、まあこれで OK です。で、あとはバッテリーがなくなるまで放置です。本当は USB の 5V 出力の電圧もデータローガーで取った方がいいと思うんですけど、やりません。まあ、データローガー1台しかないからです。これが実験結果です。で、このグラフ自体は特に意味のないグラフなんですけど、まあとりあえずお見せします。2つのバッテリー両方とも5時間放電していません。まあ、4.5 時間くらいしか放電できていないわけですね。まあ、これはなぜかというと、バッテリーの電圧を USB 5V に出力するために電圧の変換をしているわけですけど、その変換部分でロスがあるからです。5時間放電できれば 7.4Ah の容量があることになりますが、実際には 4.5 時間くらいしか放電ができていないわけです。なので実容量はこれより下の値になります。実験結果から計算したダイソーのモバイルバッテリーの容量は 6684mAh になりました。パッケージに書いてある実用量よりなんか少し多くなってますね。これはなんでかよくわかりません。アンカーの実用量は 6865mAh です。アンカーの方が実用量が 200mAh くらい多くなっています。まあその分多く充電できるということですね。ただ 200mAh の違いなんで、そこまで大きいかと言われると、まあそんなでもないですね。次はダイソーとアンカーでどのくらい変換効率が違うかも測定します。
変換基板の効率を測るだけなので、バッテリーと基板は分離します。これが測定風景です。この電源でバッテリーの 3.7V を再現してます。これがバッテリーの電圧計で、 USB5V の電圧計で、バッテリーに流れている電流を測定しています。で、装置の裏にこういうふうに、まあなんかあるわけですね、基板が。バッテリー電圧は 3.7V ぴったり、 USB の 5V 出力で、バッテリーに流れている電流、これは電子負荷は USB5V に流れている電流です。効率はバッテリーから入ってきた電力と、そしてその変換基板から出ていく電力の比率で表されます。効率が低いほどこの部分で発熱します。変換基板の部分で電力が消費されますので、使える電力は少なくなります。効率はこの式で表されます。分母が入力電力で、分子が出力の電力です。これが実験結果です。ダイソーの方は効率は 89.9%、 アンカーの方は 91.6% になりました。アンカーの方が 1.6% 効率高いですね。なのでアンカーの方はバッテリーが持っている電力をより多く使えます。というわけで今日はダイソーとアンカーのモバイルバッテリーの比較をしました。でアンカーの方が性能的には少し上になるというふうな結果になりました。もちろんこの2つ価格が1000円と3000円ですので、単純な比較にはなりません。まあ個人的にどちらを使いたいかと言われると、まあアンカーの方を選びます。まあいろいろ理由があります。まあバッテリーを加熱から守るための温度保護であったり、あとは衝撃から守るためのクッションがこういうふうにありますけど、まあある程度の安心感はあるわけですね。それ以外にも充電するときに USB Type-C が使えるとか、まあ、そういったのも理由に入ります。ダイソーのためにも一言付け加えておきますけど、1000円でここまでできるなら十分だと思います。まあ、性能も一応表記通りの性能になっているので、まあ、その点については文句はありません。今回調査したアンカーのパワーコアスリムについては概要欄にリンクを貼っていますので、もし気になる人がいたらそちらをぜひ確認してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。